I miss the old Kanye. 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 こんにちは、ドリナーです。ということで今回はイージーギャップについての動画になります。はい、ということで海外ではね、すでにめちゃくちゃ流行ってきているブランドなんですけど、日本はまだ海外に比べるとまだそこまで、流行っているブランドじゃないので、 YouTube でね、ほんといち早く紹介したなと思ったんですけど、一人日本人の方で YouTube で紹介してる方がいて、ちょっと動画見たんですけど、個人的な意見ですけど、ちょっとサイズ感が言ってることがちょっと違うなとも思ったので、今回はこのドリューノアチャンネルで超詳しくサイズ感とか、まあ、合わせ方とかも参考になれればなと思います。はい、ということで早速紹介していきます。両者は2020年6月にコラボを発表。カニエが10代の頃、シカゴのギャップストアで働いていたことがきっかけで、今回のコラボレーションが実現しました。このパートナーシップは、イージーが持つ高いクリエイティビティやファッションにおけるリーダーシップ性に、業界トップレベルのサプライチェーンでもあるギャップブランドが51年間積み上げてきた専門知識やノウハウ、ブランド知名度など双方の強みを最大限に生かして推進してきています。第1弾はラウンドジャケット、全3色が日本時間12月16日10時に easygap.com でグローバルリリースされ、その後もパーフェクトフーディが9月29日に先行予約開始。国内では7月13日より日本第1弾のブラックランドジャケットのオンライン先行予約が開始しました。発送は12月16日と予定されていますが、それでも即売り切れていました。はい、ということでこのように今大注目のブランドになってきているイージーギャップなんですけど、まあ、この冬の季節になって今めっちゃ欲しいとかめっちゃ気になるっていう方がね、この YouTube 見てくれてると思うんですけど、まあ、ネットのね口コミとか見ると、もうサイズ感がでかすぎるとか、まあ、匂いが臭いとか結構様々な意見があって、まあ、買いづらいと思います。まあ、自分もその一人でした。なので今回は、自称ファッション系 YouTuber ドリューノアが実際に超わかりやすくイージーギャップのラウンドジャケットをレビューしていきたいなと思います。なのでこの動画を見終わった後はもうメルカリとかもうスニダンとかでポチってると思います。はい、ということで今回自分が購入したラウンドジャケットはこちらの黒のラウンドジャケットになります。言わせてもらいます、めっちゃかっこいい。まあ、結構写真だけで見るとね、ちょっと安っぽそうな感じして、まあ、ゴミ袋とか言われてるんですけど、それはねネットの意見なので、信用しない方がいいなって改めて思いました。全くそんなことないし、これをね実際に見たら本当にゴミ袋っていう人はいないと思います。イエさん最高のジャケットありがとうございます。はい、ということで早速ねレビューしていきたいなと思うんですけど、まあ、イージーギャップのこのラウンドジャケットを、購入考えている方、気になっている方は一番気になるのはね、やっぱりサイズ感だと思うんですけど、自分は167センチの体重56とか57キロで今回 XS サイズを購入しました。はい、ということで口コミの通りサイズがねバカみたいにでかいです。まずですね、このラウンドジャケットの特徴としては着丈がまず短すぎる、そして袖が長すぎる、そしてこの前のジッパーがついてないことで、このシルエットは結構丸みを帯びたデザインになっています。で、なんといっても形が良すぎてこのジャケットだけで立つんですよ。その写真がこちらです。そのぐらいしっかりとしたジャケットっていうのがわかると思います。はい、ということで着てみました。で、ちょっと画角的に全部ちょっと映んないので後で外で撮影するんですけど、まあ、今着た感じだとこんな感じです。先ほど言った通り着丈がめちゃくちゃ短いんだけど袖がめっちゃ長いっていうデザインになっています。でね、ちょっと気になってる方いたと思うんですけど、この黒のパーカーは実はイージーギャップではないんだけど、ギャップの黒のパーカーで、これをアウトレットで購入したんですけど、めっちゃいいっす、これ。で、商品ちょっとこちらに載せておくんだけど、一見ね、普通のパーカーに見えるんだけど、実は、こちらのパーカーね、裏肝はもちろん、素材がね、毛布みたいにめっちゃふかふかなんですよね。なので、ラウンドジャケットはね、ちょっと前が閉まんないんだけど、この黒のパーカーだったら、もう全然、むしろあったかいなっていう感じです。はい、ということで、サイズ感についてはこんな感じです。ちょっとね、もう暑いので、ちょっと脱ぎます。続いてはこのジャケットの匂いについてです。実際に自分はメルカリで新品を購入したんだけど、それでもやっぱり匂いはイカ臭いっす。
まあ、この表面の素材のね匂いだと思うんだけど、結構イカ臭いので最初はね結構鼻にきます。部屋とかに置いておくと、まあ、だんだん匂いは取れていくかなと思います。まだね買ってまあ4日ぐらいなので、まあちょっとイカ臭いんですけど、まあ香水とかでカバーすればまあいけるかなっていう感じです。なのでちょっとね、あのデートとかするとき、まあ、新品でねこれ着ちゃうと、イカ臭いよって言われたらちょっとやばいかな。どうしようか。で、一応ね、黒だけじゃなくて、青と赤があるんだけど、実を言うと、青がね、一番欲しかったんですよ。まあ、日本では販売がなくて、で、海外だと販売あったんですけど、このサイズがね、S とか XS がね、どこ探してもないんですよ。まあ、しょうがなく黒にしたんだけど、まあ、本音を言うと、青が一番欲しかったなっていう感じです。なので M サイズから確か日本でスニダンとかにね売ってたので、青はマジでおすすめだと思います。まあ黒もかっこいいけどね。はい、ということで最後にイージーギャップを使ったコーデを紹介したんですけど、まあ正直ね自分がねこのように着ても、まあ、参考になんないと思うので、やっぱり一番かっこいい海外の方のインスタとか見て学ぼうかなと思います。はい、ということでまずはファッションアイコン、そして世界のスーパースタージャスティン・ビーバー先生のコーデがこちらです。ちょっと青のねラウンドジャケットなんですけど、もうかっこよくない？ジャスティンが着たらもうね何でもかっこいいんですけど、まあドリューハウスのセットアップにスニーカーは AJ1 のローを履いてます。でね、まあ一応スニーカーがナイキなのでちょっとどうなのかなって思う方もいると思うんですけど、実はねカニー・ウェスト大先生もまあスニーカーではないんだけどナイキのね靴下とイージーで合わせてたので、なのでそんなになんかイージーだからナイキは履くなとか自分はね全く気にしないので、まあ好きなようにコーデ組みたいなって感じです。はい、ということで続いてはこの黒のラウンドジャケットです。はい、この写真を見る通りもうねやっぱり黒のラウンドジャケットは黒統一、色統一で着た方がいいかなって思いました。この他の方 もうほぼみんな黒で統一してコード組んでたので、まあ、自分も黒で統一して着ようかなと思います。まあ、実際にねスニーカーはちょっとニューバランスで白なんですけど、こんな感じでちょっと TikTok のダンスとかも撮ってるので、もしよかったら TikTok も見てみてください。はい、ということで今回のちょっと長い動画になっちゃったと思うんですけど、今回 Easy Gap のラウンドジャケットブラックを紹介しました。まあ、海外ではね今めちゃくちゃ流行ってるので、今後まあ、日本のラッパーさんとかいろんな YouTuber の方とかインフルエンサーの方がねどんどん着ていくと思うんですけど、 Easy Gap のシリーズもどんどん更新されていくと思うので、まあ、今後はねこのジャケットだけじゃなくて、まあ、カニエが着てたこのジャケットだったりっていうのも発売されると思うので、まあ、そちらのね商品狙ってみてもいいのかなと思うんですけど、まあ、自分はやっぱりこのファーストモデルのこのジャケットが一番かっこいいなと思うので、みんなにもおすすめしたいなって思います。はい、ということでサイズ感とかね、もしこの動画見てもわかんないなとかちょっと聞きたいなと思う方は、じゃあ YouTube のコメント欄かインスタの DM とかインスタの投稿とかにコメントしていただけると、あの一番わかりやすいので、 YouTube でもいいしインスタでももし聞きたいことがあれば全然聞いてください。はい、ということでこの動画参考になったなとかこの動画面白いなって思った方は高評価とチャンネル登録とコメントお願いします。今回ねジャケットの紹介なんだけど、実はねあのジャスティン・ビーバーばっかり YouTube で紹介してるので、もしジャスティンとか、まあ、海外のファッションとか好きな方は YouTube 結構面白く見えると思うので、もしよかったら他の動画も見てみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。